75書店は、愛知県名古屋市水北や富通り2の4の2にある、書店。マホロバコーヒー館という喫茶店を併設している。店長の熊谷隆明は、名古屋書店員懇親会の代表も務めている。併設しているマホロバコーヒー館愛知県道221号、岩崎名古屋線に面する、路面店であり、いわゆる、町の本屋である。 売り場面積が75坪だったことから75という名称が付けられたが2011年に売り場の一角を喫茶店にしたことから現在の売り場面積は50坪である。フェア、特集や新刊、話題の本などの書棚の作り込みが高く評価されており名古屋関連書籍やサイン本コーナーも充実しているとされる。ツイッター、フェイスブック、 ブログなどでの情報発信に力を入れていることでも知られている。常連客には小説家の大島マスミなどがいる。2019年に大島が第161回直木賞を受賞した際には店舗内のモニターで受賞者発表のライブビューイングが行われ、大島のファンら約10人が喜びの歓声を上げた。大島は受賞記念会見で75書店の名前を あげて、感謝の意を示している。75書店では2012年頃から、大島の作品コーナーを設置しており、大島は新刊を出すたびにサインを下記に訪れるという。また、歌人の小木原博之も、75書店を読んだ短歌を発表している。ありがとうございます。